石英の結晶操作型トンネル顕微鏡により観測されたグラファイト表面の結晶構造結晶とは原子、分子、またはイオンが規則正しく配列している個体である。結晶を構成する原子の配列は X 線や電子線など可視光線と比べて短い波長の電磁波に対して解説合子として働き X 線解説あるいは電子解説と呼ばれる 現象を引き起こす。この現象は結晶構造を同定するために利用される。モデルとは異なり、現実の結晶は完全な規則性を有しているわけではなく、格子欠陥と呼ばれる原子の配列の乱れが存在する。格子欠陥の存在によって理想的な結晶の構造から予想されるものとは異なる性質を示すことがある。 例えば、一般的な金属が比較的小さな力で素性変形することは結晶欠陥の存在によって説明される。純結晶と呼ばれる構造は、平身対称性を欠くにもかかわらず、X 線を解説する高度に規則的な構造を持っている。数学的には高次元結晶の空間への遮影として記述される。また、 液晶は三次元のうちの一つ以上の方向について対称性が失われた状態である。そして、規則正しい構造を持たない物質をアモルファスと呼び、これは結晶の対義語である。国際結晶学連合では1992年に結晶症、複合結晶、準結晶も結晶と呼ぶこととなった。結合の種類によって結晶は次のように分類される。 食塩結晶結晶において、それを形成する結合は一種類だけとは限らず、複数の結合が混在している場合がある。例として2001年に3 9系の超伝導を示し有名になった MGB2 がある。MGB2 は金属でありながら、原子間の結合が、主に共有結合による部分と主にイオン結合による部分からなる。ありがとうございます。